どうもおはようございます、初江です。ってことでね、はい、今日はね、ちょっとね早く出てきたんで、まだね暗いんでねちょっともう明るくなってきましたけど、ねちょっと走っていくんでね、久しぶりに何だろう走る動画です。はい、どうもおはようございます。ってことでね、はい、よいしょ。はい、それじゃあ本日も皆さんよろしくですよ。ってことでね、今週も終わりますけども、はい、さあもう秋がないみたいな感じですよね、今年は。なんやろね、思てんねやけど、これもう梅雨がねもう一回来たような感じ みたいな感じでしょ。台風は来るし、ほんでね、秋ももう始まりから雨やったし、ええ感じの秋晴れっちゅうのもなかなか珍しいし、っちゅうの感じでねえ。いやー、まあまあ雨雨雨ばっかりでね、中途半端な雨ばっかりで、まあダンプ仕事はね、雨降ってたらね、窓開けてバックとかするときに、なんやろね、その砂ぼこりがバーって入ってきゃいけないので、それがいいんですよね。まあ多少の雨はね、雨でいいとこ言うたらそれぐらいかな。結構窓開けてね、顔出しバックやらね、荷物どういう風に降りてるかいう状況をね、ダンプ上げていくときやらね、顔出して見るんで、そういう時はええぐらいですかね。結構砂ぼこりすごいんでね、もう目に見えてブワーなってる場合もあるけども、意外とね普通に、あ、今日はそんな回へんなと思っててもね、室内のね黒いプラスチックのとこ見たら、メーターパネルのこの中のね木目と違うとこ黒いとこあるんでね、そこ見たらね、あ、もうチョークの粉みたいになってんなとかね、多々あるんでね、そういうのがね。まあ外が汚れる分には洗えばええんですけど、中がね結構その白くなってくると、まあね、ちょっと拭いてもちょっとなみたいなあるじゃないですか、やっぱ中ってね。なんでまあその点ね、雨降ったらまあそれが汚れへんのはまあええとこかなっていうのはええとこなんですけど、まあ外はねその分思いっきし汚れるんで、ただまあ泥でね外が汚れる、まあそれに引き換え晴れやったらね、その真っ白けっけになるんですよ。何積むかにもよりますけど、結構ねバサッとこうちょいちょいね目に見えへんようなね砂ぼこりでね、メッキやらステンのところもね結構汚れるんでね、塗ってあるとこはねそんなわかんないんですけど、ちゅうことでまあ晴れがええのか雨がええのか、わからんようなところですけどね。まあよっぽど雨やったらね、それこそ現場ね泊まったりね、山とか川とかね、そのね危ないところの現場やったらね、雨言うても、まあ、普通の雨では止まらへんけど、よっぽどね大雨とかね警報出たりしたらね、仕事なくなったりするんですけど、はい、まあそこまではねなかなかなくて、はい、まあ雨でもね走ってますけども、ねえ、なんやろね今年ね、おかしいっすね。ねえ、あれでしょ、この間の台風来て一気に寒くなったっすもんね。もううちもねストーブ出してやって、どうしようかいなみたいな、この間まで冷房つけてたしみたいな感じやけども、どうなんでしょうね。もうみんなね無線やら聞いてても、灯油買いに行ってきましたやらね、灯油の配達家にね来てもうてるとか、そんな話してやるし、はいはい、ねえ、ほんま寒なってきて、どないなもんかいな思いながら、今年雪やばいんちゃうんかいな思いながらね冬タイヤは12月言うてたんでね、フロントタイヤもう一発交換せなあかんかな、ギリギリ持つかないうとこでね、一回ねもう山なかったんで変えたんすけど、まあ12月までやし、冬タイヤ入れるのにまたね中途半端にね、あのAタイヤ下ろしてもあかんということで、あまり物タイヤ言えたけども、それが12月まで持つんかいなみたいなねまあね、ちょっと早めに冬タイヤもらうようにしたらええんかわかんないけど、もう一回交換するんやったらね、高知にね2回分手前やしね、はいはい、ちゅうわけで、まあまあそんなこんなそんなこんなでございますけれどもね、
さあどうですか皆さん、冬はウィンタースポーツしはるんですか。ウィンタースポーツ、僕はね夏プールは1回行ったか、プールは1回行きましたけどね、鈴鹿サーキットのプールへね。せやけど海って長いこと入りには行かへんし、ほんで夏、そやね、夏ウィンタースポーツっちゅうウィンタースポーツしゃあへんからね。サーフィンする人やらね、水上バイクする人やらね、シュノーケリングやらね、ダイビングやらね、する人はええんでしょうけど、やってみたいな思いながらなかなかね、そんな容赦あんし、はい、海のある県に住んでいながら、まあうちから海言うたら結構遠いんですけど、ね、海で遊びたいな思いながらね、なかなかその季節季節の楽しみを味わわずじまいに終わっていくね、あの1年っていうのをここ何年か過ごしてますけども、はい、夏場はせやね、そんな感じかな。まあバイク乗るぐらいかな、ちょろっと。それもツーリングとかももう行かへんし、まあ、ちょろっと夏場やし、バイク乗るシーズンやし、みんな乗ってやるし、ちょっと夏らしいね、味わいたいなということでね、ちょっとね、肌も白いままで白豚ではあっかな、みたいな感じで。はい。いや、もう寒いもんね、秋言ったらツーリングシーズンやのに、今年バイク全然見やへんし、ほんまに。全然やわ、ツーリング全然ほんまに。なんやろね、もういきなり寒なったもんな。バイク別に寒なってもね、着込めばなんてことないんすよ。ただね、指先がかじかんでね、ブレーキレバー、クラッチレバーがちょっと厳しなるかなっちゅうのがね、もう一番乗りたない理由になるんでしょうけど、みんなね、あのレバーがね、スポンジみたいなね、くぽってね、はめるやつあるんですけど、それつけるのもちょっとね、ないよいしな、みたいな。高いグローブはめんのもちょっとあれやしな、みたいなね。まあね、安いグローブでもええんでしょうけど、安全のためにね。ちょろっと乗るのには上等かな、みたいなあるでしょう。さあ冬はボードかスキーかちゅうとこでしょ、やっぱりね。そんぐらいかな。 あとスケートか。スケートは僕やらへんで、やったことないんでね。スケートはやったことないんですけども、まあ、スキーぐらいね。スキーは昔は毎年行ってたけど、もう全然トラック乗るようになっていかへんようになってしまって、去年行ったかな、去年2回ぐらい行ったかな。それでももう泊まりがけでね、雪のね、滑りやすい最高な雪のとこ行くこともなく、奥伊吹スキー場やらね、あとは何やろ、あれ昼がのとちゃうし、何やったかな、あれ御嶽か、御嶽ちゃうな。御嶽も昔行ったけど、あれも噴火して行ってへんし、どこやったかな、あもう一つどこやったかいな、あれ忘れてしもた。もう一つまあそこそこなとこですけどね、まあ、あの気軽に行けるようなとこぐらいかな。あ、じゃあ明豊や、明豊、うん、明豊スキー場ですわ。幻の明豊ハム言うてね、はい、すぐ食い物に行く言うて、はい、朝ごはん食べましたか皆さん、はい、よいしょ。さあ明るくなってきましたけどね。いやもうホットコーヒーのシーズンですわ、ホットコーヒー、うん、はい、はい、うまい。スキーも大きいサイズになってきたら朝一レンタル行かなあかんし、なかなかね、なかったらなかったでもなん、ね、行ってせっかく行って上やなかったらどうしようもないんでね、上は窮屈なんでやるわけにいかへんしね、そんなんかなんし、あなかなか大きいサイズの上や言うたらもう朝一行かんとないんでね。上は買いましたけど、森山スポーツか、通称森スポね、森スポで買いましたけど、高かったな、あれ何もしたんやろ、 4,5 万したんかな。それでもまだ安なってた方やけどね。さあこうたけど結局行かへんし、2回来たかだけか。もうバイク乗るときやらね、逆にあれあったかいでええんちゃうかな思いながらね。せやけどこの人ねスキーウェアやわ思われるしね。まあちょっとね、あの普段着的なデザインのやつやで、まだね、走ってたらわからんやろうけど、それで店の中に入っていたらね、これちょっとちゃうやねんか思わんでね、わからんかな、やらへん人かわからんのかな、やってる人見たら多分わかると思うけど、はい、
いやスキーも行きたいけども体重が体重やでね、毎年行ってりゃよかったんやろうけど、ちょっとブランク空いてる間にもう足がしんどいっすわ。うん、一日券買うたかって半日やね、半日遊んで飯食うて、ほんでも足ね、もう靴ね、あのビンディング外して、ビンディングちゃうな、あの靴のあのパチパチパチって絞る方のやつね、ビンディングとちゃう方の太もも絞る方のやつパチパチ外してね、あれほんでもう足にね血流して、あーしんどいなー思ってね、あー足が痛い足が痛い、あーこれ以上やったら膝痛なったらあかんなー思ってねほんでご飯食うて、うーんでまあもうねゆっくりして、まあ、帰り際にもう一回滑ったからもったいないし、もう一回上まで行くか言うて滑って終わり、あーなかなかしんどいしんどいってねまたデブいとね速度が乗るんですよ。普通やったら直角行でシャー行けるとこね、多少こうね、左右に切ったらなあかんのでね、またようけ疲れるんですよ。こんな緩やかなとこ普通にシャーって行ったやのにな言うとこでもね、重たいとそんだけね左右に切らなあかんので、なんやこいつ初心者かいなみたいなねそう思われんのもあれでしょ。これでまあ多少スピードつけてねザザザザって行きたいんですけど、それもねもう結構足しんどなってきよるんでね、最初うちでもうそんなんしんどいからね、軽かったらね直角行でシャーっとねまっすぐ滑っていってねちょうどええんすけど、ほんでまたね、効かへんワックスやったらええんすわ。もうワックス塗ってなかったら、ちょっと気合い入れてね、板にワックス塗っていくでしょ。今年はもう滑らへんかったらしんどいし、またね、初めて行くとこやったら、こう、なだらかすぎてね、勢い足りんかで、こがなあかんかったらかなんしな、思って、ワックスちょっとぬりぬりでいってね、気合い入れすぎたら、まだこう、滑りすぎるんですよね。もうワックス塗らんといて行くのが一番ええかな、思いながら。せやけど、もうレンタルやしね、今時。自分の板持っていこうなんか地勢ちゃうしね、そこまで手入れ容赦んしね、はい、レンタルやったらもう綺麗にねそのシーズンのそのねスキー場の雪に合わせて塗ってくれてあるからシャッシャー滑るしねもう危ないわ思ってね、しんどい、膝しんどいけどもったいないで滑ろうか思って走ってたら、怪我のもとやしね、もうちょい若かった20代前半とかやったらね、もう無理してでも滑ってそれがね運動やろういう感じなんやけど、なかなかねもう衰えてるんであかんすわ。はい、元気なつもりでいててね、自覚ないのも危ないやろうけど、もうね明らかに衰えてるな思うんでね、昔は自転車通学で鍛えられてたんすけどね、毎日毎日1年生ねもうた自転車、3年生になったらもう伸びるんすわチェーンが、ほんでね引っ張って引っ張ってコマとねコマ抜いてチェーンつないで、そんなんやったけどね、もう外れるようになるんですよチェーン、だるだるになってね、上り坂多いとかやったしね、え最初はね降りて押す人もおるけど、もうそんなんねやってられてね、もう無理やり立ちこぎやしね、全体重かけてハンドルにね逆に懸垂するみたいな感じでグイグイってね腕で寄せていってやからね、もう山に住んでたら大変ですわって、その割にスキーは行かへんけどもね、年1回は行きたいねやっぱりね、年2回ってなったらちょっときついけどね、1回は行きたいね、奥井吹きでもええし、奥井吹き半日ぐらいでもええし、せやけどわざわざ準備して行ってやったらね1日滑らないなと思ってまうしね、もう回数券でええねほんまリフト回数券で、ええねほんまに、はい、いや今年はどうやろうね、行かへんやろな、寒いしね怪我してかなんしね、やっぱりもうね若いようで若ない微妙なとこでしょ、ガチでやってやる人らはねええんやろうけど、たまにね今年はやりたいな思ってねちょっとやった人らね結構ね怪我やらの話も聞くし、ははー言ってね怪我しましたわー言ってね笑てられる年齢でもなくなってきたしね、
足痛めたらね、クラッチ踏めへんでしょう。これダンプね、マニュアル車やからね、オートマーね、トラック乗ってるときはまだなんとでもね、まあほんまあかんやろけど、はい、まあ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 最近なんしてるやろな。ボートレースも出やへんようになって、最近めっきりやらへんようになったし、動画撮影しなあかんな、編集しなあかんな思いながら、動画撮る容量空いてへんから撮んのもな思って、ほんで撮るにも編集してアップせなあかんしね。そうなると結構時間かかるし、もうその時間割くんやったらもうライブやろうかなってなってまうしね。いや皆さんにね、いろいろ持ってるんですよ。あのリスナーさんからね、これ飲んでください、これ食べてください、これ紹介してくださいってね、いろいろいただいてるやつあるんで、それやらなあかんのですけどね、はい、ちょっとねまた商品紹介やらね、食レポばっかになるか分かりませんけど、まあぼちぼちやっていきますわいう感じでね、はい、もう普通に紹介するだけになりますよ申し訳ないですけど、面白とのなまたね、なかなかやしね、旬のものみたいな期間限定とかね、 今のものとかやったらね、なかなか5シーズン外してしもたりね、もう終わってしもたらやってもあんまりやしね、はい、なかなか暇なような、忙しいような、なんやこうあれですわ、休みの日もね、一日中いろいろ用事で動き回ってる時もあれば、もうねパタッとこけてね、ぼーっとね、もうあれですわ、冬眠してる時もあるしね、冬眠ってまだ早いか、はい、いやほんまいきなり寒なったわ、うん、あれ入れなあかんね、こたつ、はい、そういや布団クリーニングって皆さんやられたことあります？あったらコメント欄に書いてほしいんですけど、布団クリーニングちょっと興味あるんです。僕やったことないんでね、布団クリーニングってなんかめっちゃ気持ちよさそうやな思って、昔ね長距離行ってる時のなんやろ、島村やらのね、あんな5000円6000円ぐらいの安い布団ね、ポリエステルやらの、あんなんはよう洗ってましたけどね、1ヶ月に1回ぐらいは。そうと違って普通の家のベッドで寝るあのガチの布団ね、ああいうのをね洗濯に出したらどうなんやろ思って、めっちゃ気持ちええんかなってね、めちゃねそういう興味あるんですけど、洗うたろうかな思ってるし、コインランドリーで回してもまあそこそこお金かかるやないですか、あんまりことないやろと思うんでね、できんことないらしいんですけど、まあその軽い布団ぐらいはね、ちょっと大きい布団やるにはちょっとリスキーっていうかね、まあそのなんやろね、ええことないって聞くんで、ね、クリーニング屋さんかね、布団洗い屋さんに出したいんですけど、クリーニング屋さんええ値段いいよね、6000円言うたか4000円言うたか、まあね、はい、ほんまに島村やらあんなねホームセンターやら売ったら普通やったら買えますけどみたいな、はい、ちょっとね頼りないけど、まあどうしようかいな思ってね、もう布団必須やしね、布団にくるまってねやな、風邪ひくしね、今自分ね、よいしょ、はいはい、さてなんやろね、バイクも乗らなあかんな、秋やしね、もう乗り納めやし乗らなあかんな思ってたけど、もうこんだけ寒くなってしもたらいつ乗ろういう感じやしね、朝寒いでしょ、二度寝するでしょ、昼間乗ろうかな思ってね、ちょっとあったかなって9時10時ぐらい乗りたいな思っても全然気温上がらんでしょ、ほんで昼過ぎになったらちょっとバイク乗ったろうかな思っても、あーでもこれ帰ってくる時夕方になるわみたいなね、帰ってくる時夕方になったら寒いわ思って、これ日中から着込んでね乗るぐらいね、なんかそういうのも嫌やし、普段着のまま乗りたいし、まあ、ツーリングファッションでねあんなジャケットやら持ってたらええんでしょうけどね、なんか普段着のね真冬用の冬普段着着込んでね真昼間からバイク乗るのなんかちょっとちゃうやないですか、うん、なんかこいつデブやのに寒がりかいないでね、あのバイク乗ってちゅうときちゅうで降りて目的地やらねこうなんかプラッと店の中入ったりしたときにね暑ってなるやろうし間違いないね、はいはい、そんなわけでね何もしてませんわ、はあ、水上バイクの免許取りに行きたいな思ってんねんけど、もう寒いし、うん、夏やったらねあれやけど、
もうウエットスーツいるでしょ、もうこんだけ寒くなったらウエットスーツサイズレンタルどないやねんみたいなあんやったらええけど行きたいですね。あれ2日かな、うん、大型2輪の免許取んのか水上バイクの免許取んのか、まあ値段似たようなもんやし、まあ全然日数ちゃうけどね、大型2輪取ろう思ったら教習所通って長いことかかるけど、ああ大型二輪の取りたいけど大型二輪のバイクね欲しなってもあれやし、こうだとこでまた乗らへんやろしね、ちょっと最初だけ嬉しがって乗るんやろけど、そんだけもったいないし、はい、維持費かかるしね。水上バイクのなんか沖縄のね旅行のああいうレンタルのやつ見てたら、これめっちゃやん思ってね、海の中そこまで透き通る海の上をね、あんな乗れた気持ちやろうな思ってね、ほんまに外国行ってるみたいやな思ってね。沖縄行ったことないですよ、外国もないけどもね、はい、乗りたいなぁ思って、レンタルがねちらほらあるんすよ。もう自分で所有したら結構維持費とかね、買った費用ねペイできへんしょ。あ、これレンタルとかあんやったらええなぁ思って、あ、なんなんもね、バイクと一緒でやるようになったらこうね、いろいろ手放す人の話やらね、うまいこと安うね手に入ったりするし、まずやり始めたらね、何でも一緒で、無線やらね、バイクと一緒ですわ。最初やり始めるときはね、いろいろお金かかる思いきや、まあちょろっとね、かじるぐらいに始めてね、いろいろやり始めたら、それなりにね、後から形になってくるみたいなね、最初から形にしたいタイプやけど、なかなか中身追いつかへんタイプやでね、最初からいろいろバシッと決めても痛いしね。でもそんな元気ないし、そこまでやる元気ないし、若かったらいいんやけどね、若い言うてもまだ若い言われるけども、なんやろね、あかんね、もうなまってるわ、うん、はい、28になりますよ、11月26日で、はい、もう30目前やね、言うてる間ですわ。 あと最近ハマってるのはやっぱりね、まあちょっと前からやけど焼肉食べ放題もうそればっかりやね、焼肉食べ放題ばっかりやわ、ほんまに焼肉食べ放題しょっちゅう行ってますよ。もう週1回行かない我慢ならんしね、うん、週1回行かない我慢ならんし、ほんで何2週間食べへんかったらもうプル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 で、あ、肉切れたみたいなね、はい、やめられへんすね、焼肉はハマってしもたら。長距離行ってたらね、なかなかね、箱根の峠茶屋とかね、大阪屋2号のね、大阪屋ぐらいしか焼肉ってね食べへんすけど、ほらね、あれですわ、酒と一緒ですわ、長距離行っててね、酒飲まへん、焼肉食べへん、あれでしょ、外食あんま行かへんでしょ、まあ、普段が外食やからってのもあるんですけど、まあパーキングエリアやらね、食堂やらで、ね、食べてたらあんまり外食行かんやないですか。ほんで今ね、平日はね、こうやってコマーシャルやから、ほんで休みの日やらね、平日仕事終わってやらね、やっぱりちょっとね、なんか食べたなるんで、まあラーメン行ったりいろいろしてますけど、まあでもラーメン多いかな、もうラーメンもね結構ちょいちょい行ったし、あとはまあネパール料理、ほうれん草カレー好きやでね、あとなんやろ、まあこんな感じでいろいろ食べんのハマってるけどもね、その長距離行ってたら食べられへんもん食べて、逆にね普通の人からしたら当たり前なんやろうけど、今まで長距離行ってた分ね食べられへんかったもん食べて、ああれブロンコビリーの頑固ハンバーグ、あれめっちゃうまいね、あれ僕ツイートね、ツイッター載せてましたけど、アヒルのランチで安いんですよね、あれショートキャブさんに教えてもらって、はい、ショートキャブさんと行ってきましたけど、めっちゃうまいわ。ほんでまたポテトサラダがね、あれなんですよ、ポテトサラダがベーコンのやつなんですよね。まあ昔はものにベーコン入ってたらしいんですけど、今はねもうベーコン控えめっていうか、まあ、ベーコン味みたいな、まあすりつぶして入ってるみたいな感じでね、ちょっと黒胡椒の味がしていいかなという感じで、はい、普通の業務用のね、パックからウニュって絞ったね、いかにもマッシュポテトみたいなね、輸入のジャガイモの味ですみたいな、ああいうね、
わざわざこう防腐剤の味が美味しく感じるぐらいのああいう仕立て方のやつもあれはあれでありなんですけどね、うん、ああめっちゃ読むよみたいな、あれまたうまいんですけどねせやけどまあね、ブロンコビリーのあのねちょっとじゃがいもが残ってる感じのあんなんもええしね、はいはい、そんなわけでね、ハンバーグってあんま食べへんかったんですよ僕。ひき肉産業ってえらいぼったくりちゅうかね、原価もう肉のね、まあ、余ったところのしょうもないのね固めて、凝固剤で固めて味付けて、もう骨からそぎ落としたあの特売ミートボールみたいなね、穴作り方やら聞いて怖いし、どうせそのパターンは思ってたんですけどね、めっちゃ儲けいう言うて聞くから、せやけどね、本物食べたらやっぱうまいんやな思ってね、めちゃめちゃうまいわ。そのステーキ屋さんの、まあ、ブロンコビールステーキじゃないですか、そのステーキの肉の余りもんちゅうかね、ちょっとなんかその切れっ端みたいなの細かくしてね、あのちょっと粗挽きみたいな感じ入ってるんですよ。だからステーキの味がするんですよ、ハンバーグやのに。ハンバーグ言うたら、まあ、ひき肉の中のこうね油がじゅわっとこう出てくるのが売りなんか大体多いじゃないですか。あの頑固ハンバーグはね、ゴリゴリこう軟骨入りハンバーグじゃないけども、あのそこまでゴリゴリしてんですよ。でもそのステーキの肉がね刻まれて入ってるみたいな感じがねええんすよ、ステーキの味がして。はい、まあサラダバーで元取ったら思ってね、なかなか食べられへん。なんか最近あれやわ、言うて全然食べられへんようになってきた。やっぱ年かなあ、若いうちだけやで、さ年取ったら食えんのなんでとかね言いますやん、肉より魚なんでとかね。それは分からんでもないですよ。でも僕長距離行ってる時結構魚ばっかやったんで、魚大好きやったんでね、最初揚げ物じゃないですか。でも揚げ物飽きちゃってね、長距離行き始めて毎日とんかつ食えんにゃーってね、毎日とんかつ食ってるのも飽きて、もう揚げ物全然嫌いやしね、まあ好んでは食べへんようになってしまって、はい、んでね、揚げ物嫌になってこのあっさりしたもんね、うまいもんでね目覚めて、魚行ってね、揚げ物食堂からね、まあ日本平のサービスエリアとかね、あんなにハマって、でまあ今はまだ肉、肉にハマったってのが意外とないんですよ僕。肉が来てた時代ってないんですよね僕の中で。こんなわけでね、今になって肉ですわやっと、いや肉うまい、ほんまにやっとやわほんま。肉好きなんやろなって感じにね思われてるかもしれないですけど、僕ね三重県に住んでいながら松坂牛も伊勢牛も食べたことない人間って言ってますけど、ほんまにないんすよ。松坂牛肉入りコロッケとかね、あの伊勢神宮のあのおかげ横丁行ったら売ってますけど、ああいうのぐらいですわ、普通のビーフコロッケやみたいなね。あとは昔あの伊勢道のあのサービスエリアで松坂牛の牛丼っていうのを食べたけど、めっちゃしつこかったしね。牛丼はやっぱあの出汁で味付けた感じの安いのがええわ、サラサラっといけてね。すき焼きの肉ちゃうけど、もうちょっと肉じゃがの肉みたいなね、安い感じがええわ。ほんまね、他にもね国産牛の牛丼とか黒毛和牛の牛丼とか、まあそういう牛丼何回も食べたけど、やっぱしつこいね、ええことない、牛丼らしくないし、腹いっぱいになってへんのにもうええわってなってくるんですよ。湖南市っちゅうんかな、あれ三雲っちゅうんか、あそこ三雲ちゃうんか、あれ新一号ね、滋賀県のあそこイオンタウン湖南なんかな、あれユーポスあるとこね、ユーポスの車屋角にあって、ほんで弥生軒とか、あるとこね、ブロンコビリーもそこにありますけど、ビッグやったかな、イオンスーパービッグやったかな、あとナフコと、あとユニクロエディオンか、あるとこね、そこのそのイオンの中に、肉の原産ってあるんですよ。近江牛ではまあね、安くて美味しい肉が食べられる、まあ、原産っていう、まあ、肉屋があるんですけど、スーパーの中に結構入ってるんですけど、そこがね唯一そこに牛丼屋を出してて、そこの肉はいけますね。そこの牛丼の原産、肉の原産の、牛丼はいけますわ。なんやしつこないし全然いけるんですよ、美味しいしね。ただまあ値段するしちょっとあんまりいいやけど、
食べへんけどね。まあお金あったら何もでも食べんやけど。あれ美味しいですわ。うん。そんぐらいかな。いやね、あといろいろ潰れてるなんか店が。最近店で、ね、廃業が多いわ。めっちゃうまい、めっちゃ流行ってたパン屋さん潰れたりね。いろいろ店がなくなってたり新しい店ができてたりっていうの多いっすね。もうついていかれへんな。ほんで何が変わったってね、一番変わったのはね、やっぱ長距離行ってね、行ってた時はやっぱ山田うどんやらね、山岡やらね、ラーメンショップやら、そんなね主食やないですか。そういうのはまあもちろんね、関東行かへんかったら当然行かへんやけども、まあ山岡屋はねちょいちょい行きながらから、まあね月1ヶ月半に1回ぐらいはね行ったりするんやけども、この間行ったな、この間行った。未だにね、私服で山岡屋行ってても、運転手さんに声かけられますわ。いつも見てますよとか言うて。いや、私服でめっちゃプライベートで分かるみたいな。乗用車で来てるけどみたいな。それも連れの車でね、みんなで来てるけどみたいな。よう、分かんねんな、みたいな。多分、声聞いてたんかな、隣で。もう。はい。ダンプ仕事も新しいね、初めて行かせてもらうとこでも、やっと会えたね、有名人言うて、ね、サインちょうだい、写真撮って言うて、今日もサイン持ってきましたけど、サインってなかなかね、タレントみたいにね、あんな事務所入ってる大手の YouTuber さんみたいにね、綺麗なサインよく書かへんしね、普通の名前ちょっとね、ぶっといマジックでちょっと味のあるように書いてみたけど、全然あかんしね。そんなんねやったら、まあ書いてきますけど言って、はい、昨日平和堂で色紙買うてきましたわ。あ、平和堂で思い出した。皆口の平和堂のアレックスシネマの別館あるでしょ、ゲーセンやら映画館のある方ね、別館の横に春山あるんですけど、ヒマラヤスポーツと、この春山のとこにね 4L ができてるんですよ。ちょっと覗いてきたんですよ 4L。 あ、これこんなとこに 4L できたら便利やわ思ったら、なんかちょっとねちゃう。普通のスーツ屋さんの 4L にちょっと大きいサイズのスーツメインで、まあカジュアルな、なんやろね、その普段着は少なかったね。もう全然少なかった。あったけど、ちょっと年配層向けが多かったね。なんで、あ、ちょっと残念やなみたいね。ヒマラヤがなくなって、なんか全部半分春山半分 4L になってるのかなと思ったら、そんなことなかった。春山の手前が春山で、で奥の、どうやろうね、奥のちょっと半分もいかへんぐらいが、ちょっとその大きいサイズで 4L っていう、まあ 4L っていうかな、別に 4L って看板かかってるけど一緒やんって感じなんですけどね、大きいサイズエリアみたいな感じになってただけやねんけど、ちょっと残念やったんですね。その前にある博多ラーメンうまかかな、そこも初めて行って、あ、こんなとこに博多ラーメン食えのあんにゃー思って行ったら、これ結構なかなかええ味出てるやんって。博多ラーメンこんな近いとこでね、まともな味出してるとこ珍しいな思って。やっぱ一蘭とかね、好きやし。ほんでやっぱ長距離出たらね、愛知県の本丸亭ね、本丸亭を行ってたしね。いやで、博多系のラーメン食べたいな思ってって、せやけどまあ、どうかな、なかなか機会ないしな思ってたらね、みんな口にある、これええわ、って。はい、それ昨日発見でしたけど。はい、昨日発見やわ。ねえ、麺の硬さはって言われて、おと思ってね、あ、どこまで行きますのって言ったら、あ、うちこの落としまで行きますよ、あ、そうですかみたいな、もうね、笑顔満点やね、そうなったらね、あ、ほんならとりあえずバリ方で、ね、その次針金で、もうバッチリやね、はい、替え玉して、で唐揚げと、まあセットやからね、唐揚げセットで、まあご飯ちっちゃいのついて、でまあ餃子単品、キャインの天野くん大絶賛の餃子とか書いてたけどね、ちょっと言うよう分からんかったけど、ちょっと焦げすぎて、写真と全然違うでめちゃ焦げすぎやんので、焦げの味がね、きつかったで分からんかったけど、まあタレをつけずにお楽しみくださいが書いてたね。まあタレもあったけど、タレつけんと食べた、まあ確かにタレつけんと食べた方が美味しいね。一回タレつけて食べたけど、タレつけんほうが全然美味しい感じの、まあ焦げじゃなかったらちゃんとした餃子なんやるけどね。はい、またリベンジですわ、そこありですわ。まあ何時までやってるのか分からんけど、そんな感じかな。最近何してるやろって、何してへんもんね。仕事やね、仕事を楽しむだけですわ。まあ元からそんなスタイルなんやけど、
事人中ほどね真面目な人間でもねないから仕事仕事仕事って言うとちょっと語弊があるんですけど、ちょっとはばかられるんですけどね、あもうシャキッと仕事してますよみたいな感じでもないんで、全然そういうわけじゃないですけどね、はい、なんか楽しみないんかねって言ったら、まあ仕事です。やっぱ新しいことやるの楽しいですね。やっぱなかなかその長距離やってんのとダンプやってるのどっちが楽しいっていう質問ね何回もいただくんですけど、あのやっぱ長年ずっとやってきたこととちゃうことやる方がやっぱ面白いと思いますわ。だからやっぱダンプ乗ってない人で長距離行きたいな思わる人はやっぱ長距離行ったら楽しいやと思うしね、うん、何やってもそうやと思いますよ。新しいこと始めると楽しいでしょ。だスキーとボードどっちが楽しいのって言われても、やっぱもともとスキーやっててねボードやったらボード楽しいよって人もいるしね、うん、まあ、ボードやっててスキーねやろう思ったらなかなかねできへん人多いみたいですけど、はい、そんなんもありますしね、いろいろありますやん。なんかレーサーレプリカとかスーパースポーツのね、バイクばっかり乗ってたけどねアメリカ乗ったら楽しいわとかね、そんなバイク面白ないやろって若い子の時思っててもねそれ面白くなってくるし、やっぱ長距離は長距離の楽しみあるんですけど、それは仕事の楽しみっていうか、やっぱりねその長距離のライフスタイルじゃないですか。通勤がなくて好きな時にご飯食べて好きな時に出て好きなルートで走って、で自分の中で高速代やらねそのコスト考えて給料残して、でその分うまいもん食うたりイベント行ったりショップ行ったり、もうね休みの日も家帰らんといろいろね道中で遊んで仲間とね遊んで、ほんでもうね高速乗ったらもうマイク握ってね今月もよろしくですよ言うてね、皆さん言うてスライドの方はとか言ってねマイク握って、そんな楽しかったですけどね、まあ、無線やねやっぱ長距離の楽しみはほんまに無線、無線8割、飯1割、イベントとショップ1割ぐらいね、うん、ほんまに無線やわ長距離の楽しみは。はい、まあ、あとは風呂とかもあるけどもね、はい、そんなわけで、まあ、ダンプはどっちかというともうその、ね、ライフスタイルというよりはもうほんま仕事って感じなんでね、仕事と、まあ、プライベートと分かれるって感じなんで、長距離みたいに、ね、一緒になってるわけじゃないんでね、まあでも面白いな。荷物下ろすのにしてもねただダンプ上げるだけやんって思ってたら全然ちゃうんでね、上げる角度最初ここをね最初ね荷物が落ちるギリギリのとこで上げといて、でシャーって落ちて、ほんでねまたね2段階で上げてみたいなね、上げ切ってしもたらね荷物がシャーっとね奥の方に流れへんので、こうねコブを山をね大きく少ないスペースで下ろすみたいなね難しいんですよ。下ろした後のね後ろのね交番ねケツブタポンってねダンダンってこうねブランコして叩くのとかでも難しいですしね、あとはもうやっぱね独特のちゅうか、まあその長距離とは全然ちゃうんでね、やっぱその世界観というかそのルールがダンプルールがね、そのダンプ屋さんのやり方を覚えるのもねなかなか大変やけど、無線もやっぱね長距離と全然ちゃうんでね、無線になれんのがまあねなかなかの長距離の無線と全くちゃうからそこはね最初うちは大変でしたけど、もうねダンプ屋さんは声聞いただけで、ああ誰やん誰やん言うてね、誰やんおはようやで誰々君もよろしく言うてね声聞いただけで分からはるんで、まあ限られた範囲でね何回も同じ人と一緒になってたら分かんやろうけど、なかなかね声聞いただけで誰や分からへんのでね大変ですよ。何台も新しい人ね初めての車何台も来るとこ行ったら大変ですよ。慣れてきたら面白いんですけどね、それまたねすっごい面白いんですけど、最初うち大変やったもんね。はい、そんなわけで、ね長距離は長距離の楽しみあるし、ダンプはダンプの楽しみあるし、片方ねもう味わい尽くしてしもたらやっぱりね新しいことしたくなるしね、そうなんすよ、それなんすよね。はい、よいしょやっぱねYouTube も息子と一緒に家族で見てるよってねやっぱ言ってくれあるんでね嬉しいじゃないですか。はい、そんな感じで、なんやろうだうだ喋ってますけどね、はい、もうすぐ集合場所着くんで、はい、そんな感じで今日はねこうやって喋りましたけど、またねこうやってのんびり喋るときあったら、はい、喋ろうかなと思います。なかなかねダンプの動画ねもっと見たいよ言われるんですけど、ちょっとねやっぱね撮る機会があんまないんですよ、ほんまねタイミングが。何台も一緒に走ってたりねこう
ね、あの順番入れ替わったらあかんから、ね、止まったりもできへんし、でまあそのねゆっくり取れるような場所もないしっていうのでね、ほんまに走りっぱなしなんでね、そんな感じで、まあまあまた機会あればということで、はい、それじゃあまた皆さん寒さに負けずに頑張っていきましょうということで、はい、それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。マテさん TV また見てね。